久保さん復活し、復活したらしいじゃないですか。はい。おめでとうございます。まあ今ね、あの、タカチャンネル見てたんですけど、すごいっすね、タカさん <laughs>。企画すごいっすね。やっぱあのもう完全テレビですね。すごい。うん、今あの、飲食店を救う企画を見てたんですけど、 すごいっすね。巻き込んで。うん。いやー、勝てないですね。<laughs> 勝てない。まあ、久保さんがね、あの、なんか、YouTuber みたいになったみたいなね。まあ、動画、この前対談したやつ見てくれたのかな。まあ、あれはね、半年に1回ですからね。久保さん。<laughs> 半年に1回。<laughs> あの、2回目とか、その、 ワンカメじゃないやつね。ワンカメじゃないやつあんまやんないんで、めんどくさいんですね、編集から。<laughs> うんう。まあ、マイクはね、まあ、あのー、何よりあった方がいいかなと。だって、動画って、音と映像じゃないですか。で、映像汚くて、音が聞こえなかったらって話で、ね、僕はあの、まあ、音がない映像でも再生させることはできるけれども、僕はあの、コンテンツビジネスしてるので <laughs>、 まあその話を聞いてね、何を感じていただけるかじゃないですか。結論。で、その話が聞きづらかったら、まあ、セールスもしてますからね。まあ、別に久保さんと僕は違うので <laughs>、しっかりね、あの、機材は、ある程度は、まあ、ある程度は、まあ、切りがないですけどね、やり始めたら。そう。かまあ、ね、今回はね、こだわりを捨てろですかね。こだわりは。僕自身も最初 iPhone でね、 まあ、の iPhone の動画もアップしてますけど、これですから、マイクも何もないですよ。あの三脚も何もなくて、これで動画撮っちゃうんで、最初は、本当に。だから、なんか、みんな、その、こだわりって、別に最初から、持つ必要ないと思うんですよね。それは、徐々に、その、なんだろうな、自分の許容範囲で、なんだ、グレードアップすればいいと思うんですよ。アメリカの YouTuber の人も最初ね、 あのウェブカメラですよパソコンに。パソコンに内蔵されてるウェブカメラでやってて。で、徐々にそれで稼げるようになっていって、機材をどん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 揃えていったっていう。だからステップアップでいいんじゃないですかね。なか最初から全部整えなくてもいいと思うんですよね、うん。僕もだって5、6年やってますからね。自分で発信始めて。5、6年なんで <laughs>、うん。 で、さらに、まあ今まだコンテンツビジネスしてますから、まあ久保さんは別にね、あのー、いいわけですよ。自由で。はい。自由じゃないですか。もう別に売らない、そっかじ売れなくても飯食えるんですよね。大丈夫ですよね。そう僕あの、またセールスしますけど、ね。またセールスするんですけど、で、また、またまたセールスするし、ずっとセールスするんで、まあちょっと頑張りますね。うん。だからその、まあ、 あのメインチャンネルが久保さんができなくなったとしてもサブチャンネルでずっとやってねうんやっぱねこだわりをしてるって結構大事だと思うんですよねなんかやっぱえ人って影響されるのでこうじゃないといけないのかなとかあこんなの揃えないといけないのかなとかまあ今タカチャンネル見てますけどやっぱ、ね、テレビ番組のねあの編集チームが入ってるわけじゃないですか強いっす、ね、<laughs> すごいなと思いますね 見せ方が非常に、編集の仕方、見せ方がね、やっぱすごいなと思いますけど。うん、あと企画力ですか。うん。な、まあやっぱそれには勝てないので、どう考えても。うーん、だからなんだろうな、勝てる土俵、勝てる土俵というか、自分ができることをまずやって、ステージアップすればいいんじゃないかなと思いますよね。うん。みんななんかその背伸びしすぎなのかなと思いますね、最初から。 うん、それはもうレベルに応じてやればいいと思うんですよ。久保さんも最初ね、あの、取ってってねあの、後半はプロダクトローンチみたいな感じで商品売ってる時は、まあ、ちゃんとね、スーツ着てね、なんか,か2回目か分かんないですけど、なんかやってたと思うんですよ。プロダクトローンチでなんかこうやってた時はね。そう。あの、広島ヒルズ時代ですかね。なんかやってましたよね。ファックスビジネスか。<laughs> ファックスビジネスみたいななんかやってたような気がしますけど、懐かしいですね。 なんかそういう企画で、ファックスを送るだけです、みたいな、うん。まあそんな感じでね、ステップはありますので、うん、ステップ踏んでいきましょう、うん。こだわりを捨てて、まずできることからですね、いってらっしゃい。